はい、こんにちは、ロキです。今回はですね、昨日なんですけれども、僕のコンサル生の方たちをですね、集めさせていただいて、懇親会の方をやってきたので、まあ、その感想をですね、お話ししたいと思います。で、今回はですね、僕のコンサル生の、中でもですね、まあ、現在10名近く、コンサル生いらっしゃるんですけれども、全部で、まあ、僕含めて8名が、参加したということでですね、まあ、ほとんどの方が、出ていただいたんですけれども、まあ、お時間がですね、お忙しい中、参加していただいた方々、どうもありがとうございました。まあ、内容はですね、最初からですね、もうとにかく会話が途切れないでですね、非常に熱いトークが、繰り広げられていたんですね。で、もちろんですね、僕のコンサルを受けていただいた、まあ、初期メンバーの方も、いらっしゃいましたし、まあ、ゆうさんとかをはじめ、大和さん、土屋さんなんかも参加していただいてですね。で、まあ、最近ですね、今月から参加していただいている方とかですね、まあ、本当に新しいメンバーの方も、来ていただいたんですけれども、まあ、僕は初めて、お顔合わせする方たちもですね、いらっしゃったんですけれども、もうすぐにですね、皆さん打ち解けていただいて、もうそれぞれがですね、まあ、カメラテンバーに対する、まあ、熱いトークを広げていました。で、もちろんですね、まあ、僕が直接お伝えさせていただいていることもあるんですけれども、まあ、既存のね、コンサル生メンバーの方たちはどん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 レベルアップしていますので、まあ、そういった方たちもね、もう本当にいろいろなことをね、ノウハウとか、やり方とかね、どんどん自分のやり方っていうのが生まれてきているので、まあ、その辺もですね、全く隠さずにですね、もうかなりオープンな感じでお話ししていただいたんで、本当に助かりましたということですね。でですね、まあ、ノウハウとか、まあ、やり方とかをですね、僕らは一切隠さずですね、すべてもうお伝えしてるんですね。もう販売した商品もですけれども、まあ、仕入れ先もそうですし、まあ、仕入れ金額とかね、実際にそれをいくらで売ってとか、まあ、利益率もそうですし、利益額もそうですよね。もうすべて細かい情報ですね、漏れなくお伝えしてるので、まあ、本当に、やっていただきやすいんじゃないかなというふうに思います。結構ね、よく聞くんですけれども、まあ、販売商品とか、どういうふうに仕入れてとかね、金額とか、まあ、全然教えてくれないっていうところもあったみたいなんで、かなりね、喜んでいただいてましたね。はい。まあ、そういうことは常に僕がお伝えしてるんですけれども、コンサル生自体もね、かなりアウトプットすることに慣れているというか、そこの重要性をね、すごく、まあ、気づいていただいている方たちばっかりなんで、どん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 ね、自分がやったことっていうかね、本当に隠さず、アウトプットしてもらってます。うん。で、アウトプットすることによってですね、まあ、自分の脳内がですね、クリーンになって、次の新しいものをね、取り込むっていうスペースができるっていうお話前もしたと思うんですけれども、その意味もですね、かなりしっかりとご理解いただいていてですね、もうどん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 アウトプットしていただいて、まあ、これから、ガンガンやりますっていう方たちにね、いい刺激になったんじゃないかなというふうに思ってます。で、もちろん新しく入っていただいた方たちもですね、かなり勉強熱心でですね、まあ、準備段階、まあ、準備期間が僕のコンサルの場合はあるんですけれども、その準備期間もですね、しっかりとお伝えしたことをですね、一個ずつ消化していっていただいて、徐々に徐々にスキルアップしていると。で、昨日もね、いろいろ出品ページとかいろいろ見せていただいたりとかしたんですけれども、やっぱり日に日にですね、写真がすごく綺麗になって上手になってたりとかですね、まあ、その辺がどんどんスキルアップしてるので、これからが本当に楽しみだなというふうに思いました。はい。でですね、まあ、やっぱり、直接お会いして思ったのがですね、もう本当に楽しいんですよね。僕自身も、まあ、やっぱりお伝えさせていただいている以上ね、まあ、直接お会いして、まあ、どんな方なのかっていうのをね、しっかりと、拝見させていただいて、まあ、一対一でね、しっかりコミュニケーションを取らせていただくことによって、まあ、今後の、まあ、ご指導の、方にもですね、かなりスムーズになるんじゃないかなっていうのもありますし、まあ、どういう方がね、
どういった方が、僕のことをですね、まあ、気に入っていただいて、まあ、コンサルをね、申し込んでいただいたのかっていうこともね、当然知りたかったですし、まあ、その辺がね、しっかりとクリアになることによって、よりコミュニケーションがね、円滑に進むんだなっていうふうに、まあ、感じましたね。うん。なので、まあ、実際に会うとですね、もう本当に、熱気というか、皆さんのやる気がですね、ものすごい伝わってくるので、僕自身もね、かなりいい刺激になりましたし、今後、まあ、自分が成長していくためのね、すごくいいきっかけになったなというふうに、思ってます。まあ、ですので、今後もですね、こういった機会っていうのはですね、僕の方でも、どんどん作っていきたいなと思ってますし、まあ、昨日ですね、実際に懇親会やらせていただいた後にですね、またぜひともですね、よろしくお願いしますということで、お伝えしていただいた方もいらっしゃったので、まあそういったね、需要が非常にあるっていうことと、僕自身もですね、これは自分自身のためにもなりますし、当然コンサル生の方々、一人一人のためになるなというふうに、思いましたね。やっぱり、一人でね、どうしても、作業するときっていうのは、自分との戦いになるわけなんで、まあ、そのね、一人でやっているっていうところの中にもですね、実際に会ってね、まあ、お酒を飲んでとか、お話をしたりとか、まあ、そういうことをした仲間がいるっていうふうにね、思えるだけでも、全然ね、一人で作業する時間っていうのも、変わってくると思いますので、ぜひともね、僕もこれは続けたいなと、思いました。で、今回来ていただけなかった方々、まあ、ちょっと残念なんですけれども、ぜひですね、僕もですね、まだ他を合わせてない方もいらっしゃるので、まあ、次回はですね、ぜひ、参加していただきたいなというふうに、思ってますね。はい。でですね、まあ、まあ、昨日かなりね、僕もお酒飲んでですね、かなり熱い感じでこうお話ししてしまってたんですけれども、まあ、カメラ転売のノウハウの話っていうのはね、もちろん当たり前のようにするんですけれども、それ以上にですね、やっぱりカメラ転売に取り組む際のマインドセットですね、どういうマインドで、カメラ転売に取り組めばいいのかっていうマインドセットの部分をかなり細かくですね、お話しさせていただいてですね、まあおそらくですね、こういった、まあ、マインドセットの話、表面上の話っていうのはすごく、あると思うんですけれども、かなり奥の深いね、マインドセットの話、もう根本の話ですね。そういう部分を、お話しさせていただいたんで、まあ、カメラ転売のノウハウの話っていうのはもちろんなんですけれども、実は、そっちの話の方がですね、非常に重要でですね、そこの部分を消化してしまえばですね、実は、簡単に稼げてしまうというようなぐらいですね、非常に重要な、部分をですね、しっかりとお話しさせていただいて、で、このことは本当にね、ほとんどの方が気づいてないので、僕も知った瞬間にね、すごいなということで、思いまして、実際に僕自身もそれを実践していて、やっぱりですね、かなり効果がありますし、僕がね、お伝えさせていただいた方とか、まあ、本当にそれに取り組んでいただくことによってですね、かなり成長を遂げていますね。うん、恐ろしいほどね、成長率が変わってくるということですね。なので、それと、まあ、カメラ転売のノウハウがね、もちろん、ノウハウも良くなければダメなんで、そこの部分をね、研ぎ澄ましていくのはもっと当たり前なんですけれども、その良いノウハウと良いマインドセットが加わればですね、稼げないわけがないんですよね。うん。まあ、その部分も、まあ、改めて再確認しましたし、どんどんね、脳内がですね、まあ、心の部分というか、マインドセットの部分がしっかりしてると、ノウハウ自体もね、どんどん進化していきますね。うん。新しいものがどんどん入ってくるというか、まあ、ひらめきが多くなるんですよね。うん。ただ、そのマインドセットがしっかりしてないでですね、ただ、ノウハウっていう感じで、言われたことだけやってるとですね、まあ、時間もないと、忙しいっていうような苦しい、切羽詰まった状態でやってると、やっぱりですね、まあ、直感というか、いいひらめきも全く浮かびませんし、同じことをずーっと繰り返してるだけと。で、現状が全然良くないにもかかわらず、その良くないっていうことをね、ネガティブに捉えてしまって、行動をしなくなって、結局は、やめてしまうという方が非常に多いんじゃないかと思いますので、まずはですね、このマインドの部分のあり方っていうのはね、本当に取り組む姿勢でもあるんですけれども、ここの部分を、実はですね、しっかり、理解して、やるのと、ただひたすらね、がむしゃらに一生懸命、
もうめちゃくちゃ頑張るとかね、そういう感じでね、ひたすらやっていく、もうがむしゃら系ですよね。でやっていくのとでは全く生産性も違いますし、恐ろしいぐらいに結果も変わってきますので、まあ、その辺がね、お話できたのがすごく良かったと思いますし、まあコンサル生の方たちもですね、まだ その辺の部分に触れていない方たちもですね、かなり刺激になったと思いますし、実際にそういうふうに取り組んでいただくことによってさらにね、結果を出していただけるんじゃないかというふうに僕も思いましたので、これはですね本当に楽しかったですし、先がね、もう早く知りたいというか、楽しみだなというふうに思いました。なのでこれからもですね、もちろん、コンサル生の方たちが成長していけるようにですね、僕の方もしっかりとご指導させていただきますけれども、僕自身の成長っていうのもね、当然、皆さんにね、次の光ということで、背中を見せていくという意味でも、頑張ろうと思いましたので、今回の懇親会はですね本当に大当たりだったなと、いうふうに僕は確信しております。はい。なので、まあ、この音声を聞いていただいている、まあ、コンサル生の方でね、まあ、今回は参加できなかった方、次回はですね絶対に参加していただいた方がいいと思います。はい。それぐらいの価値が、あったと思ってます。はい。まあ、こんな感じでですね、とにかく、かなり熱いね、まあ、トークが繰り広げられた懇親会がですね、終了してですね、一夜明けたんですけれども、まあ、かなりね僕も気持ちがすっきりしていてですね、気持ちがいいですし、まあ今月ももう終わりなのでちょっとね僕も、少し休みながら、来月に備えてね、また、調整していきたいなと思っております。はい。まあ、今回は懇親会のね、感想ということで音声を取らせていただきました。はい。動画を最後までお聞きいただきましてありがとうございます。僕の方で、無料のメルマガやっておりまして、動画の下記説明欄からですねメルマガ登録の URL 貼っておきますので、そちらからご登録をよろしくお願いします。 YouTube のチャンネル登録いただきますと、新着動画漏れなく見ていただけますので、ぜひチャンネル登録も漏れなくお願いします。はい。いつもですね最後までお聞きいただき、どうもありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。メルマガ登録チャンネル登録お願いします。情報発信系 YouTube チャンネルもよろしくお願いします。画面右上のボタンもしくは動画下の説明欄の URL からご覧いただけます。これから情報発信を始めたいと思われている方、アフィリエイトにご興味がある方は非常に参考にしていただける内容となっておりますので、ぜひそちらのチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。